ルイジ・リッチはイタリアの作曲家、指揮者、主にオペラの分野で活躍した。作曲家のフェデリコ・リッチの兄であり、二人で共同制作した作品も存在する。リッチはナポリに生まれた。この街で学んだ彼は、1823年に音楽院で最初のオペラを作曲している。1831年のキアラ・ディ・ローゼンバーグ、1834年の うん、アベンチュラ・ディスカレ・マッチアがミラノのスカラ座で大きな成功を収め、リッチの名はヨーロッパ中にとどろいた。また、1835年には弟のフェデリコと共同で制作することになる4作のオペラのうち、初めの作品を作曲した。1837年、リッチは主として彼の贅沢な生活スタイルに禁する経済的な問題に見舞われた。 トリエステで職につかねばならなくなった。彼は、以後7年にわたって一作もオペラを作曲しなかった。しかし、この時リッチは、フランチェスカと、ルドミカという、ソプラノ歌手のテレサ・シトルツの姉妹であった17歳の一覧性の双子と恋に落ちていた。このことに触発され、彼女ら二人が共に歌えるように作曲したオペラが1845年に、オデッサで初演された。 トリエステに戻ったリッチは、ルドミカと結婚する。その後、単独で3つのオペラを発表して、好評を博したが、この時期最大の彼の成功作は、弟との最後の合作となった、クリソピのイエラカマルであった。この作品の大部分はルイジが手掛けている。リッチが最も強みを発揮したのは喜劇であった。リッチ自身も賞賛を惜しまなかった。 ドニゼッティの域には到達しなかったものの、クリソピノはこの時代のイタリア喜劇の中でも指折りの作品であると広く考えられている。指揮者としてのリッチの活動は、ベルリの海賊の初演の記録などに残されている。1859年、リッチは最後のオペラの初演を終えた直後に精神疾患に倒れ、プラハの病院で息を引き取った。リッチと ルドミカとの間に生まれた娘のレイッター・リッチはオペラ歌手だった。また、フランチスカとの間に生まれた息子のルイジ・リッチ・シュトリツは作曲家となった。注釈、ありがとうございます。